南魚沼市塩沢にある独特な佇まいの本店にも、真新しい看板がかけられました。塩沢信用組合、改め、雪国信用組合の誕生です。新潟財務事務所では、小野沢和成理事長に、営業エリアと名称の変更についての認可許可書が渡されました。塩沢信用組合はこれまで、 本店のある南魚沼市を中心に魚沼地域で店舗を展開してきましたが、今回新たに小津屋市や十日町市の松代、松の山、さらに県境を越えて長野県栄村への営業エリア拡大が認められました。信用組合が近隣の県に進出するのは異例です。すその狙いとは。 私どもが目指しているのが金融包摂、いわゆるどなたも置いていかないえ、みんなを引き連れて、えー、お年寄りも子どももみんなを引き連れて、えー、明るい地域をつくっていければなと思っております新たにエリアに入る長野県栄村の人口はおよそ1600人、JA と郵便局以外に金融機関はありません。 言ってあの金融機関が撤退していってしまう、まあ、いわゆるそのために過疎になってしまう、なおかつやっぱり金融難民、金融弱者という方たちが生まれている、これやっぱり誰かが面倒を見る誰かが即支援の手を差し伸べる、新たな営業エリアでは、常設の店舗を置かず、公共施設の空きスペースを使った出張窓口の開設や、 郵便局への ATM 設置などを進める方針です。